ドージャ・ジェルジの時代作語写真ドージャ・ジェルジは、ハンガリー王国トランシルバニア地方出身で、王国に対し農民反乱を起こした、政形人騎士である。結局、捕らえられ、支持者と共に処刑されたものの、キリスト教の殉教者としても知られている。また、ブラースロー2世の時代には、かつて農民の自由を剥奪していた、特権階級の力を強め、 王権を弱くした一面もある。1900年のダルニクダルニクで生まれた道者は、オスマン帝国との戦争で武勇の名声を得た、傭兵であった。ハンガリーの大奉還、バコーツ・タマーシュは、レオ10世のオスマン帝国に対する十字軍派遣の強行直所を有して1514年、正座から帰ってき、道者に十字軍を編成するように命じた。数週間の後、 彼は、クルツと呼ばれる数十万の軍勢を集め、その中身は多くが農民、学生、料理人、神父等であり、中世においては身分の低い者も,も多かった。彼らは国のために集まり、同社の軍事協連をした時には、不平の声も聞かれたようである。軍勢の移植の目処は立たず、収穫時が近づくと、地主は彼らを収穫のために呼び戻し、 それに従わなかった場合、彼らの妻子の虐待が行われた。そして彼の信念は軍事的主導権を得るために軍事的権利を有し、それをもとに社会に君臨していた貴族階級を打倒する方向に傾いた。反乱軍はハンガリー大平原一帯に広がったため、パコーツはその命を取り下げた。即座に反乱の目的は当初の目的から離れ、 その目的は地主への復讐へと変わっていった。この時、同者は自らの組織した軍隊の指揮が効かなくなっており、その軍隊は実質、セグレードのメーサーロシュレーリンツの下にあった。セグレードが農民側についた頃から、反乱はより危険なものとなっており、ブダ島ではクルクに対して、騎兵隊が送られたものの、門前で崩壊した。反乱はなおも広がり、 ハンガリーを中心に、数百ものマナーハウスや城郭が焼き払われ、数多の地主が串刺しにされ、貼り付けにされ、その他諸々の方法で殺された。セグレードにあった同者の本拠地は、ジャックリーの乱の中心地となり、周辺地域でもセグレード同様のことが起こっていた。その結果、強行直所は破棄され、ウラースロー二世は、反乱軍キロに帰路に着くよう命じた。この頃には、 判断は革命の体を成してきており、ベネツィア共和国、ボヘミア王国、神聖ローマ帝国から迅速に集められた傭兵と、全族国からの軍隊が鎮圧に向かってきた。その頃、ドージャは町を包囲し、大司教と城代を串刺しにすることによって、勝利を宣言していた。続いて、アラドにて、水筒係のテレグディ・シュトバーンが捕らえられ、拷問の下に死した。 一般的に反乱軍は悪人か不合かを捕まえていくが、彼らは比較的自由に釈放された。同者は自らの発言を撤回しなかっただけでなく、しばしば逃亡の手助けをしていた。彼は自らの軍隊を全く指揮できなかっただけでなく、その多くは他の指揮官に奪われていった。はじめは王国が並び立てぬほどの軍隊を持っているかに思われていたにもかかわらず、 同者の処刑夏になると、彼は、アラド、リポバ、シリアの砦を得て、大砲と訓練された重視を得た。また、彼の一師団は、首都の2 5トル手前に迫っていた。しかしながら、貫ばしくない装備の農民は、貴族の重装備の騎兵隊のもとに大敗を起死した。同者自身も、明らかに成功への野心が薄れていき、千年王国の樹立を宣言した。 鎮圧は、政治的に必要となり、テメシュバールに、サポヤ・イアーノシとバーソリー・イストバーン8000引いる2万の兵で向かった。同者はその戦いの後に捕まり、熱された鉄の王座に雑誌され、熱された鉄の王冠をかぶらされ、熱された鉄の尺を握らされた。彼がもがいている最中、9人の反乱軍をあらかじめ、植えさせておき、彼に従わせた。さらに、 彼の弟のジェルジェリーを、道ーが話しかける前に、彼の目の前で三つ先にした。加えて、処刑人に火から出したペンチを、道ーに突き刺させた。そして彼の体をえぐった後、残りの反乱軍には、熱い鉄を噛ませて飲ませた。拒否した三、四人は、他のものが早く、それを実行するための見せしめにはねられた。結局、 他の反乱軍が道に格通から逃れようとする中、道者は鉄の王座の上でもがき死んだ。その後、反乱は抑えられ、7万人ほどの農民が処刑された。道者の処刑、そして農民に対する、無誤一鎮圧は1526年に、オスマン帝国が侵攻してきた時に連帯する力をも奪ったため、大いに帝国を助けた。したがって、帝国は、 攻め入ることができたのである。また、ウェルベーチー・シュトバーンが主導となって、新しい法律が生まれた。同者、デルコビッツ・ギュラが今日、鉄の王座のあった遺跡には、聖ケリラースロー、キッシュジェル自作の聖母マリア像が立っている。伝わるところによれば、彼の処刑時、幾人かの修道士が彼の耳に、聖母マリアを見たとされる。像は、はじめ、 1865年に建てられ、現存するものは1906年に建てられたものである。彼の名を冠する広場は、ブダペストのアンドラ足通りの隣の通りにあり、その下を通るブダペスト地下鉄3号線には、ドージャ・ジェルジ通り駅がある。そして、彼の名前を冠する通り、ドージャ・ジェルジ通りは、ペテー・フィジャアンドル、コシュートラヨシュのものと並んで、 ハンガリー有数の多数ある通りの名前になっている。また、オペラ作家のエルケルフェレンツは彼に関するオペラを表している。ルーマニアにおいてもいくつかの都市で、ギアジドジャを関する通りがあり、彼の革命家的な印象と、トランシルバニアを出事とする教授は、共産党の時代に、ゲオルゲ・ゲオルギューデジによって作られた。また、セルビアにおいてもいくつか、リチェ・ドーザ・ドゥーダを関する通りがある。 また、彼に動かされた、ハンガリーの国民意識は無視され、その強い反中性的な性格にだけ目が向けられている、と評する者も,もいる。q 2 5リントシヘリメンの道じゃ。ありがとうございます。